こんにちは。今日紹介するのはバンダイさんから出ている1つ300円のガチャ商品、つくえのうえでねこあつめ3です。大人気シリーズのねこあつめのフィギュアの第3弾が出ました。ラインナップの方全部で6種類ありますので見ていきたいと思います。まず1つ目がきっどさん&ウエスタンハット、2つ目しろみけさん&ねこマカロンかっこピンク、3つ目がえきちょうさん&機関車デラックス、4つ目くつしたさん&ダンボールかっこチュ、5つ目がしろさばさん&オレンジキューブ、そして6つ目の最後がちゃとらさん&サッカーボールの6種類になってます。それではですね、今日はきっどさん&ウエスタンハットとえきちょうさん&機関車デラックスの2種類を用意したので実際のものを見てみたいと思います。はい、まずですね、こちらがきっどさんですね。ウエスタンハットをかぶって赤いバンダナを巻いているきっどさんです。とても可愛らしい茶色のリュア猫ですね。チャトラさんのウエスタンバージョンがキッドさんなのかな。はい、キッドさんと、あ、食べちゃった。キッドさんとウエスタンハットがついてきます。このウエスタンハットはあのトイストーリーのウッディが被ってるような感じの帽子ですね。ウエスタンハットになってます。はい、こうやって並べて飾ってもとっても可愛い商品になってます。はい、そしてもう一つがですね、えきちょうさん&機関車デラックスで、この機関車がですね、先頭車両と後ろの車両と分かれて入っているので、こちらをまずギュッと差し込んでいただいて合体させます。そして駅長さんは駅長さんらしい帽子と笛を持っている三毛猫ちゃんですね。駅長さんは機関車を出発させるような感じですかね。はい、こんな感じで、ちなみにですね、ここに入ります、駅長さん。さんと機関車です。そしてキッドさんとウエスタンハットの2種類並べただけでもとても可愛いので、いろんな種類を集めて並べてみてはいかがでしょうか。はい、こんな感じでですね、これからも可愛い商品や楽しい商品をたくさん紹介したいと思いますので、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。今日紹介したのは、つくえのうえでねこあつめ3でした。それでは、さようなら。